今日は2016年3月25日です。今9時41分ですね。朝日新聞にはベルギーの連続テロに今5人目の容疑者がいたという話が書いてあるんですけども、非常に重要な情報が私のところに今日入ってきて、これはとっくの昔に知られていた情報にもかかわらず報道されてなかったですね。今朝テレビ朝日でこのテロ事件の話をしてたんですけども、実は当初このテログループはベルギーに2つある原発のどっちかをターゲットにしようとしていたという情報があったんですね。で、その情報をキャッチした当局が百何十人だかの、警備をそっちに振り向けたんで、そっちが襲われずに済んで、そして、駅とか空港とかを狙ったということなんですけども、これ非常に重大な情報ですよね。原発がテロのターゲットに初めて公に今されてなったわけですよ。で、この情報はすでに相当のところに知られていたにもかかわらず、どこでもあんまり取り上げないですよね。些細な情報なんですか、原発がテロのターゲットにされそうになった、実際にはならなかったけどもうしようとしたわけですよ。で、朝日新聞の昨日の面にもこのテロについては大々的に書かれていて、一面には今回のベルギーの容疑者たちがパリの事件にも関与していたんではないかということが大きく取り上げられていて、この間捕まったサラ・アブデスラム容疑者というのと、これは今回の容疑者もつながりがあったというふうなことが非常に大きく書かれていて、そして一面だけではなく二面にはテロの拠点が点在している、そして13面には石打地区ではとかね、そして16面には社説、17面には公論という新聞社がこの問題について書いていますね。そして39面にたまたま事故をこのテロに出会わせた日本人がどうなったかというふうに書かれていて、なんと6カ所にもわたってですよ、昨日の新聞このテロ事件について書かれているんだけど、どこにも私が見た範囲では原発が狙われたということを書かれてないですよね。今日の朝刊にも書かれていない。今日も関連記事は2面と38面合計3カ所書かれていますけど、どこにも書かれていない。なんかわざとメディアが原発にテロというのを伏せている、それを考えさせないようにしているとしか私は思えないです。昔から言ってますけれどね。で、みんなもそれに取り付いていかない。原発にテロというのを考えるとあまりにもその結果が重大で考えたくない。みんなが言わないから言わないでいいんだろうというふうに考えるのを正常性バイアスというふうな心理状態であるということを私は前に言いましたけれども、この問題というのは非常に今結果が深刻である。ところがこの正常性バイアスというのはその結果を受けることが深刻であればあるほどみんなの心に働いて、なるべくそういうことが起きないと思い込もうとするという話ですよね。メディアがたまたまそういう心理状態になってこのことから目を背けているのか、意図的に原発推進側の立場に立って原発テロということを話題にしないようにしているのか分かりませんけれども、しかしどちらにしてもこれは無視して良くない問題であるにもかかわらずメディアが取り上げていないというのは事実ですよね。今後どうなっていくのか。今回テロリストが原発を狙った
ということはこれからも狙う可能性が高まる。で今回どれぐらい用意周到にやったのか分かりませんけれども、自爆テロという形で体に爆弾を巻きつけて原発の中に飛び込んでいくというのはあんまり効率的な方法でないから、そうではないミサイルを使ったり核兵器砲を使ったり貫通弾を使ったりドローンを使ったり、まあ、いろんな方法を考えてやってくるんじゃないでしょうか。まあ早いとこね、それを対策を立てなきゃいけないですよ。だから原発というのはもうすぐに運転しているのを全部停止して、埋めてしまう、まあ、それは私がずっと提案していることですけどね。今日は大利根の3ページ目ですね。これ紙をめくらなきゃ3ページにならないんで、またこの3ページ目をコピーして全曲を弾くときには譜面台2個並べて、次回にはそれをやろうと思いますけど、今日は3ページ目の解説しますね。これは3ページ目にはコーダがあって、ちょっと今までのトレモロで弾けるような16分音符の連続ではなくなっている部分があります。142ページ3枚目ですね。そこの一番上のところはまだ16分音符の連続のところですが、まずそこからやっていきます。3段目で、低音にメロディーが出てきますね。低音の動きにメロディーっぽくなりました。そしてソステヌート、ここまで4分の3拍子だったのが8分の6拍子に変わって、曲風が変わりますね。まあ間に入ってる分になりますね。ここを弾いてみますかね。8分の6拍子なんだで、カウントが1と2と3と4と5と6と6と6まで数えますかね。そうすると
最後のラノートは6泊ですから結構流さなきゃ伸ばさなきゃいけないですね。次のところが3段目に来まして、最後のコーダのところに移るわけですね。そこを引きますと、ここもカウント間違えないようにしなきゃいけないですね。4分の3拍子のところからコーダでジャンプしますの で一番最後の部分は4分の3拍子、さっき弾いてみたところは8分の6拍子ですね、その差を混同しないようにしないといけない。次回は3ページ目をコピーして3枚紙を並べて、全曲弾いてみたいと思います。今日これくらいしておきます。